マックサカのサブチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日はね、マルシンさんのカタログを見つけたので、これをちょっと見ながら雑談などしたいと思います。やっぱりマルシンさん、今推しといえばね、このガスの57ですよね。なんかモデルタンカラーも出たんですかね。ちょっと今のところね、私はレビューする予定はないんですけど、はい、でこちらも57のページですね。そしてこちらは廃墟するエアガンがちょっと出てますよね。マルシンさんといえばやっぱり廃墟するシリーズが有名ですよね。以前にもね、この CZ とかレビューしたので、よかったらご覧ください。あとブローバックのね、14年式とか、モーゼルいいですね。オートマグとかもね、以前このこれはブローバックタイプだけど、ブローバックしないやつね、レビューしましたよね。シグの210、なんかラインナップがね、ちょっと渋いですよね。そしてワルサー、おー、ゲシュタポモデルとかある、いいですね。お、マークワンアサシン、これもいいですよね。やっぱこのブルバレルがついてるのとかね、私は個人的に好きですね。そしてベレッタの M84、 デトニクス。そしてピースメーカー、この辺リボルバーもね、やっぱりロマンですよね。結構人気だと思います。ピースメーカー、ポリスリボルバー、 M29 クラシック。 M29 クラシックはね、この前レビューしましたよね。おコンストリクターもね、以前レビューしたと思います。他にもアンリミテッドリボルバーとかあるんだ、すごいな。こちらはパイソンですね。パイソンとかやっぱりかっこいいですよね。おブラックスーパーレッドホークもね、以前レビューしましたよね。そしてレイジングブルーとかあるんだ。そしてこれね、今回のレビューしたマテバですよね。そしてこちらデリンジャーケースレスシングルアクション2発、いいですね。この前ね、クラウンさんのちょっと撮影したので、また近日レビューすると思います。おコップ357、懐かしいな。これ以前レビューしましたよね。そしてこちらいきなり渋い感じになりましたよね。お、M1 ガーランド。この辺ね、これすごいですよね。このカキーンって飛ぶのがね、再現されていて、ちょっと以前打たせてもらったんですけど、面白かったですね。でウィンチェスター。この辺ね、なんか TK ヒーローさんっていう感じですよね。なんか時代を感じていいですよね。そして、ああ、MP40 とかもあるんだ。すげえな、ケースレスフルオート。おお、ちょっとこれ気になりますよね。懐かしいな。そして1887のショートは以前レビューしたやつですよね。そしてマキシ BB。 そしてモデルガンですね。モデルガンもいいですよね。なかなかね、撃つ場所がないのがね、もったいないんですけどね。結構ラインナップありますよね。ガバメントに PPK に、こちら全部 PPK ですか、すごいな。 PP もあるんですね。こちらも結構ラインナップ揃ってますよね。あ、エンフィールドいいですね。 M9 とかもあるんだ、すごいな。M9 もまたバリエーション多いですね。この US モデル、USN。 お、ドルフィンとかあるんだ、モデルガンの。これもかっこいいですよね。はあ、モーゼルもあるんだ。モーゼル、これフロートもできるんですかね。オセミル切り替え。これとか迫力ありそうだな。そして、お、コルト25ポケット。うわー、
結構な種類ラインナップされてますよね。龍馬坂本モデルとかもあるんだ、すげえな。そしてディスプレイモデルですかね。あ、ディスプレイとしても楽しめるっていうことですかね。エングレーブモデルとかもありますね。ダミーカート仕様ね。この辺は発火できないやつですかね。そしてマウザー712カービン。おお。あ、他にも16とかもあるんだ、すげえな。この辺ちょっと打ってみたいですよね。というわけで簡単なんですけど適当にちょっとマルシンさんのカタログを見てみました。結構私の知らないモデルも多いのでね、また機会があればそういったものもレビューしたいと思います。というわけで最後までご視聴いただいてありがとうございました。